本日は名古屋の方でイベントがあるということで、こちら今新横浜駅に来てます。わかるかな。新幹線久々に乗るんですけど、ちょっとね乗り方いまいち分かってないんで、しかも時間が結構ねギリギリということで、そうね、早くね行きたいと思います。行きましょう。走れ走れ牧場を。なんか日帰りなのに荷物多くないですか。スパイクとトレッシュでこれ半分埋まってるからね。はじめましてから、谷さんと岡本さんです。よろしくお願いします。ド変態です。ド変態たちだ。新幹線にインします。何してんすか。ストーリーアップしてる。こういうの大事なんで。大事ね。どこにいてもジャイアントがいるとね。常にジャイアントが、ね、露出されてるって大事なんで、グルメをね行きたいと思います。はい、ということで、もちっとマロッシュということで、新感覚マシュマロを本日は食事していきたいと。グミね好きなのよ。でもね、これ書いてあったマシュマロらしい。それで、ね、冗談を置いといて、本日はね、こちらですね、こぼれいくらととろサーモンハラス焼き弁当ということで、もうパッケージの時点で勝ちです、これ。これは今トレトですね、こちら。はい、こちら、こちらですね、唐揚げ弁当。唐揚げ弁当、はい、江戸甘味噌入りだれ仕様ということで、東京とかその辺周辺限定のなんか駅弁ということで、はい、ということで、もうあのすでにもう2連勝ということで、はい、やらせていただこうと思います。間違いないの。これやばいでしょ、マジで。スライド式だ。うわ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 、これ多分ね、誰もね、立て打ったことないと思うんだけど、これもね、宝石箱やね、これ。これ。海からの贈り物やね、これ。ジャイマロ。ジャイマロ。ジャイマロ爆弾。ジャイマロ臭。これはでしょ。知らない。おい。で、見てこのさ、蓋の裏にさ、こういうの書いてあるのいいね。いいね。ご飯食べながらさ、いろいろ学べるっていうかね。ジャイさん、そういうの好きだよ。重んじてるから、俺。風情の塊みたいな。風情の塊、そんな髪の色してないわ。どっちから行くのが正解、これ。これいくらでしょ。唐揚げ行ったらほら、味消えちゃうもん。海行って山行かないと。なるほどね。まず海から生命が誕生して、そこからこう山にね、そういうこと、恵みがね、雨とか落ちて、で生命がね、こう駆け回っていくんで、で、恐竜の時代がやってきて、そこから箸上げもらっていいですか。どこの箸上げ欲しい。いくらいくらいくら。親子の共存の箸上げ。ちっちゃいな。なんで。あの心配なんだよね。言ってもまだグルメチャンネルそんなに解説したってないんでね。ってことで、はい、食べていきたいと思います。うんうまい。どんな感じですか。もうね、熊まで見えた。熊まで見えた。一回あの登った鮭を熊が取って、その熊を他の生物が食べて、でそれがいろいろ流れて、でまた新たなこう鮭たちが食った。なるほど、ね、この食物連鎖の円環を感じましたね。なるほど、ね、円環を感じらしい。はい、岡山じゃねえわ、名古屋到着。岡山の話してる。そうそうそう、気持ちは岡山だったわ。ということで、ちょっとこの後ね、まだちょっと合流をねしていきたいと思います。まあ、もう慌ただしいね、来てね。俺の性格には合わない、やっぱり。うん、ちょっともうね、車慣れちゃうと無理だね。ドアトゥドアじゃん。うん、これがやっぱ裏側ですね。あ、いた。ついに合流ということで。ジャイアントさん、すいません。やってるやってるやってるわ。やってるわ。いや、十分目立つから高井さん。隠す気ないよ。いや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 、隠れられない。隠すっていうのはこういう感じよ。いや、隠れられないですよ。はい。だから YouTube の企画そのままこうやって京都かなっていう話で。はい、言ったんですよ。そうだ、京都に行こう。はい。行きません。高島屋の京都。買います。でもその余剰した分は還元される。何してんすか。日焼け止めやってる。何なんだ。美容チャンネルだな。キャッツ。キャッツ。
ゲッツやるな、それ。これやっぱり、ね、肌になじませてくる。美容チャンネルなんだよね。グルメやめたもんね。グルメは、はい、すぐにプライド捨てます。これちなみに豆知識だけどね、あのこの薬指が一番ね、あの力弱いから、本当はこの薬指でこうやってねやるのがね、せんみんな化粧水ピチ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 やってたけど、一回目どうだい、痛くなんないですか、日焼けとか。もったいないじゃん、そこ渋る。だって焼けどっすよ、だって。あ、でもピチピチピチってやっときゃいいじゃん、ほんま。このね、アデッサがね、すごいんですよ。アデッサ超強いですね、本当に。お、フレッシュ。高校生なんですけど、今日午前中に試合があって、あのほぼ飛んできます。あら、じゃあ全然フレッシュじゃない。フレッシュじゃないです。名前簡単に。今日はお願いします。よろしくお願いします。フレッシュ。千葉県から来ました、山塚りって言います。マッサンとは5年ぐらい付き合い。もう、マツグズだ。お願いします。お願いします。お願いします。加藤博人です。あの、豊田市から来ました。高木さんとは2回ほどお会いして、はい、マッサンとはまだ1年弱の付き合い。そうですね、マッサンとの関係はいいよ。今日イベントに見たんだ。ずっと、はい、あの画面越しで。あ、ありがとうございます。見てるの今日はあの生で見てます。岐阜県から来ました、草場翔太と言います。よろしくお願いします。開始時間がね、まあ、我々はあの出演時間はまだなんですけど、周りのバタバタさについてそう、置いてかれてる、はい、バタバタしてますね、しかし、はい、多分、俺ら一番落ち着いてる。これがね、やっぱね、裏側ですから、ね、ほとんど2人のイベントに近いじゃないですか。うん、そのためにこんだけ人が動いてくれて、責任、うん、重大ですよ。分かってますか、重大さを。本当に。お二人よろしくお願いします。お願いします。大さん、こんにちは。こんにちは。大さん、大さん、よし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 、みなさん、頑張ってください。頑張ってください。頑張ってください。やばー、行く。はい、ジャイアント和樹です。知ってる方、いや、こうでしょ。知らない方、いない。チャンネル登録してる方、上げてない人、これしてねえのかよ。手上げてない人はチャンネル登録してる。じゃあ通知をオンにするわけ。おー、チャンネル入れた。通知もオンでお願いします。今日はね、あの皆さんとあの一緒にね、キックを中心にね、トレーニングしていきたいと思いますので、まあ、いろいろ今日成長のね、きっかけになる何かヒントをね、与えれたりだと思っておりますので、よろしくお願いします。こんにちは。どうも、ハリです。今日キックを最大化するということで、まあ、こちらにいるジャイアントカズキもそうですけど、J リーガーだったり、ナルシコジャパンだったりっていう、今トップレベルの選手たちが、まあ、求めてることをいつも実践しているので、まあ、そこにつながるためのものと、まあ、皆さんが持ち帰って今後成長してもらうためのコントロールトレーニングっていうのを今日ちょっと一緒にやっていきましょう。よろしくお願いします。これみんなのアンケートも見てて、やってみたっていう人ね、みんな多かった。で、やってみたけど、実際本当のはどうなんだっていうので体験してもらって、本当を知って、か持って帰って、次に行かす。OK? じゃあ、参りましょう。 OK! みんな早い、ここ。みんなここだよ。ここ、向こうに。狭いよ。広がって。広がって。テンションはね、歌のお兄さん。パッ、あ、いいね、バネてるバネてるバネてる、もっといけるんじゃない。はい、OK。 今、きつかった人、おきつかった人、ほらほらほら、きつかった。どこが疲れる。はいはい、心はい、いいね。今日結構シャイな子多いです。シャイなね、トゥシャイシャイ、トゥシャイシャイ、シャイな子多いです。多いよね、どっかスイッチ入れたいんだよね、うん、まあ、入れますよ。ちょっと待って、ちょっと待って、一緒にねえ、みんなさ、今日何突っ立ってポケッとしに来たの。もう、どんな角度からでもいいから見て、自分が見たまんまやんなかったら、ただ、サニーのチーター見て終わる回だよ。そんな YouTube できるよ。頑張ろう。おぉー、ココナンス、これぐらいしよう、これぐらい、これぐらいだ。シャビエのね、リスペクトよ。結局上手い人ってコパになっちゃうんだよね。結局、あ、見て、ナイキナイキ形から。
グランドの桜の、はい、開花状況についてどんなことを考えているのか。そうですね、まあ、今回のクリニックに間に合わなかったところはちょっとね誠に遺憾なんですけども、まあ季節的なもんなんでね、咲かないところもまた風情があるというか。どちらかというと満開が来たかったということでよろしいですか。そうですね、まあ満開の時にやっぱり勝負を仕掛けたい、まあ、そんな気持ちに駆られる時もありますけども、はい、まあ満開でなくてもやっぱり私たちこう心がね満たされてれば、まあ、心が満開と言えると思うので、はい、満開でなくても私は満開だということをね申し上げていきたいと思います。ありがとうございます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ここがなんかふにゃふにゃってなっちゃうと、はい、倒れやすかった。多分、はい、倒す時にこの骨盤だけ多分落ちてて、はい、ここが離れちゃったかもしれない。ここをつなげてあげるとここが維持できるじゃん。あ、なるほど。でここまでつながるから、はい、軸足からバッていけるけど、はい、倒すの意識してここの下だけ、はい、こうやって ここだけフッてやるとバランス悪くなっちゃうから、はい、その肩で平行を取らないで、なるべく肩をこう倒して、はい、なるんで、ここを離さない。ここをちゃんと、はい、その今めっちゃ来てます。そう、離すって言ったら、ここと、はい、ここ側を離さないでしょ、はい、この中で効くから、あ、はい、この状態だったら多分来るの。これが離れてると、はい、落ちちゃう。離れたまんま、ここで水平取っちゃって、はい、ここだけ落ちちゃうと、はい、倒れちゃう。あ、なるほど。軸足を45度まで斜めにしてほしい。で、これなんでかっていうと、結構言われるのが、股関節柔らかくないとパンとき蹴れないんですかって言われるんだけど、そもそもここが45度ぐらいが開くの適正な角度で、これより開きすぎると、もう立った状態だと結構こう筋肉使わないと上げれなくなって、だから楽な姿勢で上げたいので、軸足をそもそもこの45度、楽な姿勢のところで、こういう作ってあげれば、股関節を無理なく水平にしやすい。だから、今自分が、横でこうサイドブレー蹴ってるなって思ってる人も軸足ほとんど立っちゃってるから足がやっぱり上がりづらい。このここの角度が浅いからこっちの足もそんな上がりづらい。軸足自体を45度にしてあげて蹴る方の足が楽に水平に上がるようにしてほしい。その軸足の角度とあとはこの足首のこの軸足の向き、あとはリリースのところの手の使い方、ちょっとこれを意識してやってみてください。これ見たくない。これだけ。これね。はい、ほら、このやつ。いやでもイメージ出るかなと思って、蹴るその最後までいったら。そう。やっぱここを水平に当てるのが超ポイントで、これロングキックも一緒なんですけど、やっぱりこの上から下に蹴っちゃったら地面に向かってパワーがいっちゃうので、やっぱ飛ばしたい方にしっかりと当てることが大事。ロングキックも一緒。ロングキックも上に飛ばしたりするんじゃなくて、しっかり飛ばしたい方に力を加えるから遠くにとパワーが伝わる。そこをちょっと意識してやりましょう。 OK ですか。あ、ナイスボール。うまっ。危ない。キック練習で大事なのはやっぱり試合の意識をなるべく持ってほしくて、やっぱりこう練習でうまくいくけど試合でうまくいかない選手結構いると思うんだよ。だから練習するときにこうやってもいい状態から蹴り始めるのももちろんいいんだけど、ある程度慣れてきたら、慣れてきたら例えばボールもキャッチした流れでそのままこんな感じ。みんな落としてる。みんな拍手すれば終わるの。YouTube で見たことありますね。いつもよりこう縦落としで蹴ってますじゃないですか。全体からでもあの質。さすが。お疲れ様でした。タニーさんとのね出会いはネットで出会いました。やっぱり今この時代ってジャイアントがね子供の頃に比べてすごい情報がねたくさん手に入る時代になったから、やっぱりそこに対して、アンテナをしっかり張ること。で、あとはやっぱりそのアンテナを張るのも大事なんだけど、しっかりその自分が受けられる器を用意すること、そこがすごく大事で、やっぱりこう情報が溢れている中でいいものをしっかり選ばなきゃいけないし、そのいいものをしっかりと自分に 100%、120% をしっかり自分に入れること、入れてプレーに消化すること、そこがすごく大事だと思うので、そこの能力もね含めてこれからプレーヤーとして指導者としてすごく大事な能力になると思うので。一緒にね、キーパー上手くなっていきましょう。ありがとうございました。よっしゃ。最後にね、今日2人メインやってもらって、谷さんも若さんもこのキックが蹴れるためだけじゃなくて、このキーパーをやるために何が必要だよね。
じゃキックだけど、じゃ試合のシチュエーションが必要だよね。じゃ皆さん、大人の方は大人の方で多分目標を持ってやられる。こうやって J リーガーになりたいっていうか、なってどうするのを考えてください。なんのは簡単なの。なってどうするか考えなかったら、なる意味がない。なってどうするかに向けて、今日のサニートレとか、ジャイアントキックをどうやって活かしたらいいかっていうのが、今日の持ち帰りのネタです。いきますよ。まあ、サニーチ。笑ってる？はい、オッケー。よし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 。小山社長、これいいシャツ着てるよ。いいシャツ着てるよ。行きまーす。お兄ちゃんもこっちね。はーい、チーズ。はい、オッケーです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。せーの。高木ポーズ。仕事終わりましたよ。いやー、よかったよかった。ありがとうございました。いやすごかったな。お疲れ様です。バーって腫れましたもんね。膝痛いですか。とりあえずでもね、見せるのは良かったね。来てもらった人がちょっと驚きとかね、なんか感じるものがあるイベントだったかなと。やっぱおーって言ってたしね。サニーさんファンは間違いなく増えました。俺の理想はサニートレのサロン入ってもらって、それをまたこうそこでまた勉強して自分のところでやってもらって、うんうん、そうすると次回やった時がまたアップデートできてる子たちが集まるから、そこをやっぱりキーパー成長したいっていうのがあるから、うんうんうん、いただきました、はい、こちらはバームクーヘンということで、はい、この後食したいと思います、はい、じゃあちっちゃくよー、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。いや、よかった。若田和樹を県外に出してリアルで触らせたかったんですよね。でまあサニトレもそうだし、で僕はねお世話になった愛知県キーパー大国にしたら今日がスタートの日だって言えるようなイベントになったと思います。大成功、フレッシュ。お疲れ様でした。今回のイベント、はい、どうでしたか。個人的にはすごい楽しかったです。お前出したね。あっという間出したね。やっちゃったな。また実写版マッサンということで、はい、お背中でね、はい、お送りしてますけども、はい、うちのチャンネル裏側なんで、イベント終わった後に写真撮りましょうって言われたじゃないですか。どんな表情していいか分かんなくて、こんな時どういうことしたらいいか分かんないけど笑えばいいと思います。ただこの名古屋に来て地元の方々がいらっしゃるにもかかわらず、俺が行きたい店に行くというね。うん、急にグルメチャンネルを発揮するっていうね。楽しみすごく。いや本当に美味しいんですよ。もうジャイアントが愛した名店といってもね、うん、過言ではないというか、毎年行ってますから。味噌カツですよね。味噌カツ、うん、もう15年愛してます。これですよ、ラムチーの味噌カツ。これ俺15年愛してるから。これで確かキャベツとこれと赤だしとね、ご飯おかわり自由なんで、うん、俺はこのキャベツ全部いってから味噌カツ行くタイプなんで、修行してから行くのよ。あ、なるほど、うん、胃の中に絨毯を引いてそこに味噌カツをこう入れていくと。ちょっと YouTube 用に一切れ行ってもらっても大丈夫ですか。ちょっとポリシー、ちょっと YouTube には屈しない。じゃあ OK、 キャベツ食べ終わったら回します。お願いします。 OK、 使用してから行きます。いや、にしてもやばいね、これやばいね。これね、もうね、みんな言ってほしい、この黒豚やラムチ、これ、ぜひ見てください。こちら、すみません、箸上げ投げもらって久しぶりに。箸上げで一番苦手だよ、特に苦手だよな。箸上げ投げで、この真ん中しますよ。ほら、うわぁ、ネギがいなくなっていく。うまい。マジでうまい。これはね、飛ぶぜ。飛ぶね。もう言葉はいらない。ノーモアワールド。ということで、今回ですね、名古屋市中区栄3丁目15-6にある、はいはい、黒豚やラムチーさんに来ました。ということで、名古屋に来た際ぜひこちらのね、お店に来てください。はい、いいよね、いいよ。朝7時半ですね。朝7時半、まあまあね、早いですよ。帰ってます。はい、はい、ということでね、駅弁を購入しました。いつも欲しい。はい、もう必食ですよ、食べます。あとはね、やっぱりこれだよね。最高。赤。最高。オープン。ファン。これはオープンにやっちゃいですか？名古屋の玉手箱やね、これ。なんか昨日も言ってた。昨日も同じやろで。オイニーの方が。オイニーが、ね。オイスなんで。最新ね、アップデートするんですよ。
匂いが来る。皆さんね、YouTube アップデートします。来てますか？そう。チャンネル登録、高評価、コメント、そして通知をポンでお願いします。お願いします。はじ上げ上手になってる。上手になってる。上手。上手になってる。はじ上げ上手。いただきましょう。お願いしますよ。次回の裏側はスペシャルゲストということで、お、久保隆です。で、お二方と対戦をしていきたいなと。あれを使って、対戦をしたいと。英語禁止。やり？ああ、もうそれは。いやいや。何点が正解？これで。うん。語っていく感じでいい。まあ、いや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 。あ、そうだ。今の子供たちがね。あ。これ楽しい。でもあれ上本当にむずいよ。マジで難しい。本当ですか？本当にむずいよ。マジでむずいよ。